しかしここはいいところでボールを取りました。ゲッツレディース前を向いたシュートを狙う、見事なシュート、ミドルレンジから決まりました。素晴らしい、1対2になりました。いやー見事なレンジからのシュートですね。今日は攻守に貢献をしている猶本、ここですよね。選手ね、はい、そんなに目立たなかったんですけど、いいところにポジションいつも取ってるんですよね、はい、しかもゴールキーパーが前に出てるのをよく見てましたね。猶本のゴールで1対2、浦和が再び勝ち越しました。藤田、ゴール前触ったがシュートを放つ、ここでまた勝ち越しました。2対3、終了間際のセットプレー、ボレーシュートが見事に突き刺さりました。猶本選手ですかね、うん、また猶本です。今日はミドルシュートと、そして今度はこのボレーシュート、思い切って足を振りましたね。ここでワンハンドいやーボールをも直接ですね。猶本なんと今日2得点。さあまた2対3になりました。もう時間はそれほどありませんが。